元気。はい、どうも。今回は BMX プロスタントネオ10をやっていきます。ちょっと他の方もプロスタントネオシリーズアップしてると思うんですが、まあそちらがリレーになっていますので、今回これはまあネオ10の方をやっていくっていうことで、このシリーズ自体始めるきっかけはちょっと前にオフ会がありまして、そちらの時に決まったことなんですけど、よいしょ、ああいけなかった。このコース、まあ、結構好きなコースであるんですけど、やっぱしすんなりいけないんで時間はかかるので、その辺はご了承ください。この時点で時間がってる。やっと乗れた。いやー時間かかった。でもなー、ここもなー、ここもほんと積むときはほんと積むんで嫌なんですよね。上に飛ばねえ。飛び越えた。あぶねえ、やっていけたよ。結構ここ積むときは本当積むんだよな。あっ、ぶねやらかすとこだった。あぶな、あーちょっと先行き不安なんだけど、次がこのなんだろう、これ名前なんていうのかわかんねえ。ああ失敗しちゃった。そう、リスポンだ。次がなんだっけ。あ、ジャンプ台に糸が、糸じゃねえ、板。でも実際ウィーでいいのかな。毎回スパジャン韓国で行っちゃってるんですけど、よく分かってない。でここハングラーでも行けるんですけど、なんかどうも死にやすいんで、俺はちょっとサドルで出発したんだけど、取れた。で次はロブかな。そうそう。ここもう触ろう。あー行くねちょっと。行けるか。全然飛べない。もう。ロブがほんと最近できないよ、まともに。ああこれ近いかな、てか届かねえ。よし、あっもうほんにちょっとやめてほしいな。まあ俺次第なんですけど、ちょいちょいミスる。ここはちょっとスピードつけていくとゲットしちゃうんですよね。ああだだ、うわー嘘、
しゃいった。ここは本当にむずい。スピード調整が。スピードありすぎると、まあ、キャビンにぶつかるし、で、遅すぎると、まあ、届かずに落ちてしまったり、まあ、下のコンクリートフェンスにぶつかったりとかって感じなんで。で、ここはヒップスターですね。結構低いんですね、ここ。あー、失敗した。怖い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 、よいしょ、あー、おー、ぶれ。で、これが最後ですかね。ちょっと特殊ではないんですけど、ちょっとなんていうんだろうな、ちょっとむずい L2、うわー、乗れんかった。入った。ちょっとジャンプ台の前で、あの反動ジャンプをしてからで、ジャンプ台に乗ったら前ジャンな感じで、そっから L2 をやってるって感じなんですけど、俺はいつも。そうするとなんか行きやすいかなって俺は思います。まあ、それがやり方合ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、最後のはそんな感じで、ジャンプ台の前で反動ジャンプをして、でジャンプ台に乗ったら前ジャン、そこからあのコンテナのところで L2 をするって感じです。じゃあ今回はこれで終了します。で、最後、次がネオファイナルかな。こちらは多分ゴンゾーさんがやるっていう話はちょっとちらっと聞いたんですけど、ちょっとその辺はちょっとわからないんですけど、まあ次誰が上げるのか、次は最後なので次の方よろしくお願いします。じゃあ今回はですね、これで終了いたします。一応説明欄にですね、URL を貼っておきますので、ソーシャルクラブの方からお願いいたします。それではありがとうございました。